さあ、リュータイ X バイソン、ワンピーガモンちゃんの X バイソン、スーピーガフタちゃんの X リュウ。さあ、波動で限定ロックスゲージを貯める。ただし2に触るまではちょっとモンちゃんは無理をしない。さあ、先に溜まったリュウ。さあ、どんどん押していく。シーパーハード、ダウンパンチ、大きい攻めは勝利。めぐれたつまぎ、さっきランド。さあ、ダイヤスのエッジ、さあ、ガードしてしまった。まずはふたちゃん、さあ、ブラウンカーヘッドに呼べて少しずつゲージを貯める。さあ、ダッシュストレートに対して、さあ、コットタッチパターン1、フランド。さあ、奥攻めの昇竜。さあ、こっちはガード、真空ガードして、さあ、ふたちゃん2本目を貯める。少しずつ近づいていく。さあ、真空、さあ、タッチダイパン。さあ、3本目を貯めるのか。めっきりと見せかけて正面中足から投げ、クレイジーマリーまた勝利。さあ、第1戦目。さあ、前飛びに対して大石中足ファイヤー。さあ、飛び込み竜巻、あれは暗い投げ防止ですね。さあ、一気に近づく。もうゲージが溜まって真空はヘッドに送る。大波動ダッシュアッパーで追っかけるが届かない。さあ、めっきりの竜巻。さあ、ジャンプ大キックをお互い使ってからの投げ。まずふたちゃん、さあ、タンパチ。さあ、前ジャンプに対してジャンプ中盤。さあ、また波動で押していく。ダッシュスレード。さあ、竜巻はさせない。竜巻真空、これはガード。さあ、2本目を貯める。さあ、クランタジョッパ。さあ、2本目が溜まった。さあ、グランドで突っ込む。さあ、無理はしない、無理はしない。さあ、ふたちゃん3本目を貯め始める。さあ、アッパー勝利のヒット、めくりだつまぎ貯めてクレイジー投げータイムオーバー寸前で投げて、ここはもうちゃんと折り返す。さあ、キュランドで突っ込んだところをファイヤー。さあ、突っ込めない。シュワシュワイヤー、また逃げる。真空が止まって、これをヘッドよける。さあ、クレイジーが止まった。しかし、龍の体力はまだ満タン。2本目チャージ完了。さあ、これは削りに使う。キュランダーショッパー、竜巻逃げ。さあ、3本目が止まってる。グランドさあ、クレイジー、これは相打ち、しゃがみ中足のところに昇竜拳。第3戦目。さあ、まずバックジャンプで距離を取りながら、ちょっとハードで削っていく。さあ、マイジャンプ中に入って、さあ、マイジャンプファイヤーがヒットを決め投げ。さあ、こっちにヘッドのせに対して投げ。さあ、裏回りはリバース投げ。さあ、真空ハードハード。さあ、昇竜使ったところ、竜巻昇竜重て、これがめくり竜巻だと思ってやっぱ開けてしまうと表を食らってしまう。さあ、ダッシュスレッドファイヤーの位置。
バイソンは意外とこのファイヤーがやっぱ邪魔なんですよね、波動が。さあ2回目の、さあ後ろからの竜巻勝利は当たらない。この面の順応性は高い。さあシンクまた溜める、突っ込んできたの昇竜拳、めくり竜巻ヒット、めくり投げにはさせない、また溜める、3本目クレイジー持ってるシンク、これはガード。さあファイヤーがヒットしてしまう、ダッシュしたところにしゃがみ中足、スターちゃん。さあ第4戦目、さあジャッジャッカード持ってしまう、さあこっちはガード、グランド。さあファイヤーファイヤー強気に打っていく、バイソンがもうこのやっぱ1回こけるとリセットされるのが嫌なんで、やっぱりファイヤーを食らいたくないんですよね。リューサイドからしてみると結構ファイヤー打った波動打ってもなんか意味なさそうに見えるんですけど、実はバイソン側でやるとかなり嫌という。さあ歩きクレイジー動いてしまった、シンク立ち方してから怪しくて、さあめぐったのから怪しい、残りだね5分、10秒切って、さあバックジャンプしようとしたところに提言、まずはモンちゃん、さあ大の投げ、さあ勝利使ってくる提言、さあグランダーショッパー逃がさない、正盤から投げて、さあシャウチックからリバース投げ、少々さあまだ距離を離してゲージを貯めて、さあ第5スシンクは打たない、シンクここでガード、さあもう1本目を貯める気だ、またまた溜まった、さあ波動、あーガルキクレイジー、これガード、シンクガード、さあ残りタイム、最後じゃアミチュラシがヒット、さあここはアクターちゃんがトイレ返す、さあお互い極力リスクを抑えた戦いですね。さあマイトミックのシンクガード、さあ前止めヘッドで潰して弱中グラウンド、グランダーショッパー、さあ垂直にグランダーショッパー、さあ動かない、ボンバイソン動かない、ヘッド中足がヒット、さあ昇竜の疲れに歩きクレイジー、さあ3勝1敗の第5戦目、ハード下に足、さあ先にクレイジーが溜まっている、こうなると竜はかなりきつい、さあシンク、さあバックジャンプにグランダーショッパー、竜巻逃げ、せいけん、ここはちょっとクレイジーな方が、さあお互い見合う、グランドがヒット、ヘッド起き上がりクレイジー削って前ジャンプ大パンチ、まずはボンバイソン一丁、さあ開幕3番手勝利拳、さあハドハド、ちょっとヘッド当てない、さあ3番手をハイヤーで回される、ジャンプ中に行く、さあ投げてくるヘッド、さあショー飛び込みから投げを勝利拳で返して、さあ竜巻シンク、ここで2ちゃんが取り返す、
さあ聖剣使ってダヤシャドウ、チラシファイア、チラシファイア飛び込み投げにはいけなかった。グランドヒットして飛び込み、グランドヒットして投げはさせない。正面これはガードしてる。さあダヤシャドウ使ってチラシダッシュしたところに波動、さあ4勝1敗の第6戦。さあ波動前ジャンプ中に行く、さあグランドがヒットして大きい攻めは昇竜中足ファイヤーめくり立つ巻から体足弱達シンク、さあスタちゃんがリーチをかける。グランドヒット、また竜巻逃げ、チュアシュワイヤー、さあグランダーガードして、さあもう真空が溜まっている。ここでクレイジーも溜まる。真空ゴール打ってガード、ちょっとずつ追い詰める。2本目が溜まっている。タッシュアッパー投げ、さあ真空見てからクレイジー、さあボンバイソンが取り返す。さあグラントに昇竜拳中足ファイヤー、さあ竜巻から聖剣中足ファイヤーで追い返して、さあ真空モード渡る歩き投げ、さあ小足で止める。真空ガード、さあここでクレイジーが溜まる。波動がヒット、グランドラッシュに大キック。さあ 5-1 でフタちゃんの勝利です。